これはあのイーという単語で僕があのちょっとイメージした絵を描いたんですけど、素晴らしいですね。やっぱあの才能がある、そういう絵だと思うんですけど、じゃあ他のメンバーの、ちょっと他のメンバーが描いたちょっと絵を今から紹介します。シューズが一番最初に描いた絵は一番最後に紹介します。 OK。 やばいっすね。これ誰ですか？これやばい。本当に適当だな。いやでもアイデアは本当にですね。アイデアベンク。これはユノが適当ですね。適当です。理解できない。意味わかんないですよ。これなんですか？ピカソ。いやこれ素晴らしいですね。誰が描いたの？ポピーちゃん。素晴らしいじゃない？いろいろな表情。このツちょっと複雑なんですけど結構いいですね。あ、いい、いいでしょ？うん。ダブル J。ダブル J の作品なんですけど、ちょっとちょこっとだけどですね。キー韓国のキーですね。なんでしょうか？やっぱり理解できないですね、ユナのは。いきなりあの歯が鼻が鼻じゃなくて鼻が、うん、鼻からあの鼻からですね、血がそろそろ純粋の作品が登場してきましたね。素晴らしいですね。死神。いやー幼稚園っぽいですね。幼稚園の子がデスノートを見て死神にハマって、死という血を見たら死神しか思い出し出す、そういうあれですね。この絵はあの皆さんにあの紹介しますね。絵でもないですね。恥だな。今まで一番適当でも皆さん楽しみにしていてください。ものすごい作品が一番最後に登場しますから。これ誰の？これがジュズですね。まあ本当にジュズの作品の中で一番努力した努力の作品。素晴らしいですね。いや地球まで本当に努力して、その後はもう本当に適当に。これ自分の口ではちょっとドラゴンって言ったんで、ドラゴン？ちょっとドラゴンとしてはちょっとヘビっていうか、いや宇宙にあの黒い文字意味わかんないっすね。僕もなんですけど正直失敗しました。そうですね、宇宙の作品の中で一番失敗したやつです。これなんだろう、この人ジュンさん、ジュンちゃん、あジュンちゃんか、ジュンちゃん、やっぱり何でしょうか。ハートをちょっともうねシンプルで綺麗ですね。いいんじゃね、いいんじゃないか。これもジュンス。あーそのジュンス。ユーチョンの絵には必ずジュースが入ってる。必ず入ってます。必ず。誰これ結構誰だ？チェジュン。ああそっか、結構いいね。結構あのあれです、ね、結構いいですね。結構です。素晴らしい作品また出ました。なんだお前まだ理解できないじゃん。一体何なんでしょう。この意味を分かっている人間は本当に僕が、いやこの世界の中で一人もいないから褒められたくないですね。僕がプレゼントをあげるからもらいたくないですね。次の作品、これはですねジュンちゃんの30年未来、30年後ジュンズのフューチャー、たらーじゃあフューチャーオブジュンズ作品のタイトルです。顔も顔だけど鼻が似せなくて一番努力をかけた頑張った作品、ね、ジュンズのことを想像しながら素晴らしいですね。いやこの髪のあー違うか、スタイルと唇全然似合わない。ハゲを見るとちょっとユチョンかもしれないですね。
いや、そうなる。30年後のゆちょんとジュースをリミックスしました。適当。本当に本当に幼稚園っぽいですね。僕の周りにはジュースみたいに適当の人がいる。いや、レインボースペル知ってるな、ジュース。本当だ。いや、珍しいな。知ってたか。いや、びっくり。いや、誰も真似できない超素晴らしい作品です。せーの、たらーん。なんだよ、何もしなくて、いやサインだけ。いや、本当に自分が適当。この作品の意味、ちょっと知りたいですね。ちょっと先生をちょっと、じゃあ迎えましょうか。先生、先生、先生、カマ。スペシャルゲスト、先生、カマ。たらたらーん。ドキュメンタリーっぽい。全然ちょっと説明お願いします。説明お願いします。2人は無駄部分を今見つけなかった。見つけなかった。何ですか先生、何ですか、教えてください。この絵の魅力は、魅力はないんですね。中の部分はまだ何もなくても余白、余白。この絵の魅力、重要な部分は余白。意味がありますか？痛い。何の意味ですか？意味が。いやー、さっきの作品素晴らしかったですよ。これはちょっと、これは失敗だと思う。こういう。こういう。汚い。